マタヨシ・イエスは、日本の政治活動家、世界経済共同体等代表で、本名はマタヨシ・ミツオである。自らを、唯一神、み、マタヨシ・ミツオ、イエス・キリストと称して、イエス・キリストを歌い、政治活動などを行った。沖縄県議の安市で、雑貨店の5人兄弟の抜地として生まれる。1963年に、琉球政府立普天間高等学校を、 卒業、1968年に、中央大学小学部を卒業した後に、東京の商社や設計事務所で勤務した。兄のまたよし達夫は、元沖縄県総務部長と儀野安市助役を務めた。その後、沖縄に戻り、自動車販売店、学習塾経営、教会牧師などを務めた。1990年代半ば、故郷である、 ギノワン市大戦の海岸の埋め立て計画への反対運動に参加していたが願い叶わずその海が埋め立てられていく場面を見る中でこれからは自分が神として政治を直接見る時期が来たと感じるようになり自らをイエス・キリストだとする再臨宣言を行い政治活動を開始した1996年に起こったザイペルー日本大使公邸選挙事件の際にはゲリラと ペルー政府を説得するために沖縄県からペルーに駆けつけた。この際、当時沖縄県政策調整官であった兄の達夫も情報収集のためペルー入りしていた。1997年に世界経済共同体等を設立、同党代表を務める。1997年のノワ湾市長選挙に立候補したのを皮切りに沖縄県知事選挙に2回、名護市長選挙。 2001年の宜野湾市長選挙に立候補するが、いずれも落選。少なくとも1998年の参院選までは、又吉イエス名義を使用しておらず、選挙候補では、本名や、神イエスイコール又吉よしなどと表記していた。2002年の沖縄県知事選挙の際、沖縄県民が、唯一、神又吉イエスを、次期沖縄県知事にしないというなら、 本世界経済共同体本部は東京に持っていく。それは沖縄県民の小山子、ひまごたち、さらに松台までの沖縄県の恥になるが、それでもいいのかと主張したものの落選し、その言葉通り2003年に世界経済共同体党本部を東京に移した。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙での街頭演説にて2013年、 第23回参議院議員通常選挙にて2003年の第43回衆議院議員総選挙では東京都第一区から立候補し2004年の第20回参議院議員通常選挙では東京都選挙区から立候補したがいずれも落選2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙の際も東京一区から出馬するが落選 2007年7月29日の第21回参議院、議員通常選挙に、東京都選挙区から立候補、落選するも、新党フリーウェイクラブの和合秀則を上回り、10度目の選挙にして、初の再開脱出を果たす。選挙候補や選挙ポスターにおいて、またよしイエスは唯一神である、対立候補は腹を切って死ぬべきであるなどと公言し、過激な文面が並ぶことから、 にチャンネルなどの電子掲示板や個人ニュースサイト等で話題になった。また、2004年9月18日に世界経済共同体等公式ウェブページを立ち上げ活動を行っている。また、時折都内で外戦車を走らせており、またよしの勘高く抑揚をつけた声の演説テープが流される。2008年9月5日に第45回衆議院議員総選挙に 東京一区から立候補することを表明。2009年表明通り立候補。結果は9人の候補者中8位718票で落選する。2010年7月実施の第22回参議院議員通常選挙に東京都選挙区から立候補するが4900票にとどまり落選。しかし、和合、秀則や、 新党本質の佐野秀光らを破り24人中20位と、前回2007年の参議院選に比して、再開からは遠ざかった。2012年12月4日、第46回衆議院議員総選挙に、東京一区から立候補するも、落選。2013年7月4日、第23回参議院議員通常選挙に、東京選挙区から出馬したが落選した。 2014年12月14日投開票の第47回衆議院議員総選挙にも東京1区から立候補するも落選、東京都知事選に出馬したことは一度もない。2013年の参院選の最中、産経スポーツ紙にまたよしの短いインタビューを含む記事が掲載されたが、ここに今回で資金が底をつきましたと書かれており、ネット上で引退宣言かと騒がれた。 しかし、数日後に出演したニコニコ生放送の番組において、さらに別の土地を所有しており、今後も出馬をすると話し、引退説を否定した。なお、産経スポーツに対してはそれについても話したが、意図的に記事には書かれなかったとした。また、東京スポーツの取材に対しても、引退を否定している。2018年6月30日、健康状態悪化のため、 政治活動委員会をホームページで発表。サイトも10月末に閉鎖するが、唯一神の名称及び存在は従来、通りとしている。同年7月20日に、サジンガンにより死去したことが、世界経済共同体等より7月23日に発表された。去年74、またよイエスが1997年に、世界経済共同体を目指すため設立した、政治団体。 宗教団体でないため、党として宗教的な活動は行っていない。東京都新宿区下落合にある雑居ビル4階に、党本部がある。また吉代表が沖縄県で活動していた時期には、儀野湾市に、党本部があった。2004年9月18日に、世界経済共同体等公式ウェブページを立ち上げ、ネット上でも活動を行っている。以前は、 また代表とその妻のほとんどを二人三脚状態で、党の活動を行っていたが、また代表の知名度が上がったためインターネットを通じて関心を持った若者たちが集まり、ボランティアとして党の活動を支えるようになった。かつては毎月第1、第3土曜日に懇親会が行われ、定期的に興味を持った人たちがアポなしで訪れていた。活動資金は、 又吉代表が所有する普天間基地内の保証金や支持者の寄付から捻出している。又吉代表は政治活動費や自身の生活費を1円単位で詳細に公表しているため、党の財務状況は公式サイトから確認することができる。2018年6月30日、公式サイトにて、又吉代表の体調不良による政治活動の停止とともに、 党の政治活動を停止することが発表された。なお切腹して死ぬべきだというのは、責任を取れというニュアンスだという。ジョージ・ W ・ブッシュに対しては、アメリカには切腹の風習がないため、ギロチンで首を落として死ぬべきだとしている。元来切腹という行為は、侍のけじめの儀式であることから、女性には腹を切るべきであるとは言えないとしている。 2009年の衆議院選挙では幸福実現党の田中淳子に対して当然死ぬべきであるとしながらも腹を切って死ぬべきとはしていない2017年の衆院選では腹を切って死ぬべきの文言はなく対立政党に対して嘘政治嘘政党であるとしたがこうした発言をやめたのではなく選挙の準備が間に合わず切腹を勧告する対立候補の名前を ポスター入稿の締め切りまでに確定できなかったことが理由であった。政権放送でもその過激な文言が品質し話題になったが、2007年参議院選挙以降は自身の経済政策を述べる恩恵な内容に変化した。本名は又吉光雄であるが、政治活動時はカタカナ表記で又吉光雄として立候補していた。その後、 またよしイエス名義で立候補するようになった。2003年に発行した辞書の奥付けによれば、著者名は、唯一神またよしみつイエスキリストと表記されており、振り仮名として、唯一神またよしみつイエス、キリストと併記されていた。また、同書の著作権表示の英語表記は、ザ・オンリー・ゴッドみつおまたよしやそクリストとなっていた。2010年7月10日、 東京都の高田のババ駅にてなお、これらの発言は、YouTube や世界経済共同体とウェブサイトなどで、閲覧、確認できる。また吉代表は、賃退借契約を拒否しているので時代ではなく、保証金という名目になるおろく学習塾の、僕とイエスと掘った手小屋を記述、唯一、神また吉イエス東京に降り立ち手を批評した、監督、ありがとうございます。